プレイステーションビータ純正アクセサリーのご紹介。メモリーカード、ダウンロードゲーム、セーブデータ、追加コンテンツのほか、動画、音楽、静止画などさまざまなコンテンツを保存するプレイステーションビータ専用のメモリーカードです。容量は4ギガ、8ギガ、16ギガ、32ギガの4種類、使い方に合わせてお選びいただけます。パッケージにこのアイコンが表示されているソフトウェアはメモリーカードがないと起動できません。必ずメモリーカードをお買い求めください。クレードル、AC アダプターと USB ケーブルをクレードルに接続。プレイステーションビータを置くだけで簡単に充電できます。またプレイステーション3や PC とのデータ転送もクレードルがあれば大変便利です。その他動画や音楽をお楽しみいただく際にスタンドとして利用したり、ラインアウト端子を経由して接続した外部スピーカーにてより迫力のあるサウンドを楽しんでいただくことも可能です。インナーイヤーヘッドセット、プレイステーションビータ向けに最適な音質にチューニングされたイヤホンとマイクを搭載したヘッドセットです。10ミリ口径のドライバーユニットと、このユニットに最適に設計された筐体が高音質での再生を可能にし、ゲーム、動画、音楽など迫力の音を余すことなくお楽しみいただけます。ゲーム中にパーティーを利用してボイスチャットを楽しむこともできます。保護フィルム、プレイステーションビータのスクリーンを保護するフィルムです。指紋がつきにくく、プレイステーションビータの美しいグラフィックの邪魔をしません。三角丸×四角ボタンを利用したガイドフィルム付きで、適切な位置に簡単に貼ることができます。シチュエーションに合わせさまざまなケースとポーチをご用意しています。ケース、プレイステーションビータを装着したままで背面タッチパッドを含むさまざまな操作ができる便利なケースです。スタンドとしても使うことができ、飛行機や列車、カフェやオフィスなど外出先で動画を快適にお楽しみいただけます。ポーチ、プレイステーションビータを傷から守るシンプルなポーチです。伸縮性のある素材でプレイステーションビータにぴったりフィットし、スマートに持ち運べます。キャリングポーチ、プレイステーションビータのほか、プレイステーションビータカードやヘッドセットなどを収納できる持ち運びに便利なポーチです。使いやすさにこだわったダブルファスナーを採用。ブラック、ホワイト、ブルーの3色をご用意しています。トラベルポーチ、プレイステーションビータのほか、プレイステーションビータカードや USB ケーブル、ヘッドセット、クリーニングクロスなどたっぷり収納できる大きなポーチです。専用クロスとストラップもついています。本革ケース&ストラップ、プレイステーションビータをスタイリッシュに持ち歩くことができる高級感あふれる本革のケースです。本体の出し入れがしやすいシンプルなデザインで、ケースとマッチした本革ストラップもついています。